チャンネル登録者100人記念、スペシャル。皆さんおはこんばんちは、毎度おなじみ205編 M32 編成と、M35 編成だよ。今回は、朝日レイルウェイ225のチャンネル登録者100人記念を祝いまして、私たちも出演している朝日レイルウェイ鉄道物語をはじめ、人気動画のコメント返しと、新企画発表をしたいと思います。そういえばお姉ちゃん、私たちの実写がインドネシアに渡ってからもう1年経つんだね。そうだね、リアルでの私たちの現在だけど、私は8両編成のまま現地で運用についているわ。一方私はスカートが新しく付けられて M14 編成に、片方の戦闘車を上げて12両編成になって営業運転についています。さて、時間もあれなので早速コメント返しに入りたいと思います。今回は朝日レイルウェイ鉄道物語に寄せられたコメントを紹介していくね。じゃあ早速コメント返ししていくわよ。まず朝日レイルウェイ鉄道物語第1話に寄せられたコメントについて、この鉄道の架空車両のベースになった車両を当てるクイズをやりたいです。車両当てクイズですか。今のところ架空車両は3500系しかいませんね。第3話よりレールシムなども取り入れていくので、架空車両もたくさん出てくると思います。わがかいわら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 。なにせちチャンネルさん、いつもありがとうございます。これは京葉内陸の313系に対するコメントだね。ちなみに京葉内陸急行電鉄はこのなにせちさんがやってる架空鉄道です。ちなみに何鉄さんとここのオープンシファリアルでも友達なんだとか。実際かなり仲が良いとか聞いたことあるわわらわら。他にもコメントはありましたが、同じ方のコメントなので今回は割愛させていただきます。続いて第 1.5 話のコメントに進みます。初褒め失礼します。演出やストーリーなどがとても良かったです。次回作も楽しみになっています。ご視聴ありがとうございます。次回作は前後編に分ける予定ですが、なんとうちの鉄道にも問題児が現れます。かなり波乱万丈な展開になるのでお楽しみに。ちなみにこのコメントをくれた東海3001Mさんも鉄道物語を投稿されています。気になった方はぜひ東海3001Mさんのチャンネルを覗いてみるのはいかがでしょうか。続いてお知らせに入ります。まずストーリー内での私ですが、第2話よりテカルタ色に変更されました。実写同様12両になってるので、これからもよろしくお願いします。あと私たちのこの写真ですが、青葉台さんという方がデザインしてくれました。動画使用の許可をいただいたので、これから活用していきたいと思います。これからゆっくり野蛮として昔の線の日常というストーリーを近々公開します。私たちも出演予定なので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それじゃあ今回はこれで締めようか。そうだね。ではこれからも朝日レイルウェイ225、よろしくお願いします。